準々決勝の対セールドルフ戦のオーダーを発表する。これにかけ関東大会の切符を手にする。あ、セールドルフ学院は地方から優秀な生徒を集め、昨年あたりから補強を図っている。富士の弟雄太君の存在も気になるね。新マネージャーが裏で糸を引いていると聞いたが、水木聞いたっけ。僕がいる限り青学がセールドルフに勝つことはありえない。ムムタクって言われてます。初登場です。俺とお前がダブルス。お前らのデータを分析してシミュレートしたら俺たち6人で勝つらしいんだ。水木のシナリオは怖いくらいだね。当たるだね。敵はどうやらエイジに弾を集めてきてる。水木の周到な菊丸対策だ。俺についてこい金田。部長、あれはまさか今の陣形はオーストラリアンフォーメーション。大変なことになってるよ。テニスにはシナリオなんかねえんだよ。10年完了だよ。ボールが跳ね上がった。とにかく声楽だけには負けらんねえ。俺は水木さんの期待は裏切らないっすよ。あんた藤先輩の弟なんだって。弟って言うね。あれはまさにスーパーライジング。俺はライジング。このツイストスピンショットで兄貴を超える。あんたの目標は兄貴なんだろうけど、俺は上に行くよ。おやおや、ずいぶん怖い顔ですね。いいゲームにしましょう。負担がかかると知ってて、ユータにツイストスピンショットを教えたのか。打倒兄にもいるバカ弟だ。単純で操りやすかった。待ってよ。出こい。俺たちの熱い炎。在機って言ってるような気がするんだけど。あ、好きなんだな。間違いない。あれ、なんか可愛いな。なんか可愛い。なんか可愛い。なんか可愛い。役作りの一環だよな。いやいや。やべやべ。ビデオ残っちゃうわ。今日買ったら立花さん家に行ける。そっちだよ。行くぞ宮城。ショップ。はい、やってきましたよ。はい、宮城ね。ここまでやってこれたのはさあ来い真剣勝負だ。危なかったね。危なかった危なかった。またねー。なんだよ。マーベラス。